ナイチンゲール始めようと思うんですが、ゲームパッドがどれくらい対応してるかご存知ないですか？ゲームパッド、ちょっとだけ試したんだけどな、どうだったっけな。ちょっと今試してみればいいか。これなんだろう、ごめんなさい、ちょっと反応しないです。あ、なんだなんだ、 USB が繋がってなかった。一応これでコントローラーで動いてはいるけど、とりあえずまあ当たり前だけど収集とかは何の問題もなく、あ、あとはこれは LR、 あ、なんか食っちゃった何食ったんだ。 RT で攻撃、 LT で、あ、 LT で右クリックのやつね。 LB で食事、さっき食っちゃったのが LB だ。回復が Y、 B ボタンでしゃがみ、 A ボタンジャンプ、X は収集でしょ。うん、最低限は動いてる気はします。さっきのメニューにどうやっていくのかわかんないの。あ、単純にセレクトでこのメニューはいけるので、あとは普通に LB、RB でこの上のタブの移動はできるので、この下がちょっと大変そうかなと思ったけど、こういうもんかね、何のゲームでもいっぱい移動していくしかないか。武器の切り替え、武器の切り替えは十字キーの左右ですね。ああ、ちょっとあれだね、十字キーの左を押すとスロットの左半分だけこう移動してって、十字キーの右を押すと右側のスロットのとこだけ移動する。だから右のスロット欄の中で一個手前に戻したいっていうのができない。ひたすら連打してこう、今ブドウでもう一回ブドウにした、こっち行っちゃってブドウしたくても左押すと左側の武器の切り替えなっちゃうから、ここはちょっと大変そうかも。 Y オプション、あーでも一通りなんかできそうな気は。それが普通の移動はもちろんコントローラーで何の問題もないと思うけど、マップって出て開くんだ。マップここからこれしかないのかな。多少ならキーマウなら、あ、使っても問題ない。あ、であれば、ありだと思いますよ、全然。なんか例えば、クラフトメニューとかさっきのあの画面は、そうですね。まあ、キーマウも使えるんだったら、キーマウでやっちゃった方が早いこともあるかもしれないけど。あ、いえいえ、よかったです。ぜひ、興味あるんであれば、買って試してみてください。お、ダウンロードしてきます。ぜひぜひ。